こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。今月1月13日にサハラ砂漠で雪が降ったのをご存知でしょうか。海外メディアによるとサハラ砂漠に雪が降ったのは過去42年間でたった3回だけだそうです。世界の気象に何が起きているのでしょうか。日本でも今年は豪雪の地域もあり寒波が猛威を振るっています。この冬はヨーロッパやアメリカ、ロシアなど世界的にも強い寒波に襲われていて、サハラ砂漠にまで雪が降りました。よく地球温暖化というふうに言われていますが、学者の多くの人は温暖化ではなく寒冷化になっている科学的根拠を示して提言されている方も多いです。オゾン層の破壊で紫外線はきつくなり、夏の猛威は今後も続きそうですが、夏の猛威と冬の寒波でエアコンなどを使うエネルギー問題は夏も冬も深刻になってくるのではないかと思います。少し前の動画で電気料金が高騰で 2,3 倍になり、場合によっては電気料金が1ヶ月で10万円を超える可能性がある電力不足について動画にしました。化石燃料の少ない日本でも今後電気料金が値上がりすることで、すでにドイツで起こっているエネルギー貧困家庭が日本でも現実的に起こる可能性が出てきています。今回はエネルギー事情から起こるエネルギー貧困家庭についてご紹介します。これから住まいを考えるときに光熱費の割合で多く占める電気料金が気になる方にとってお役に立つ動画ですので、この動画をぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは今後予想されるエネルギー貧困家庭についてご紹介します。まずは今後電気料金が上がっていく要素からご紹介します。電気料金には燃料費調達単価や再生エネルギー発電促進賦課金といった自分の電気の使用量とは別に変動する費用が請求されています。再生エネルギー発電促進賦課金、いわゆる再エネ賦課金は太陽光発電で発電した電気を電力会社が買い取るのに充てられている費用です。太陽光発電を持っている家庭、持っていない家庭に関わらず一律電気使用量に上乗せして請求されています。私の他の動画でご紹介したように、日本では電力不足でいつ停電が起きてもおかしくない状況が続く可能性があり、太陽光発電システムを持っている家庭だけではなく近隣の住民にも太陽光発電システムはエネルギー対策になっています。太陽光発電で作った電気を電力会社が買っているとは言っても、実際は太陽光パネルで作った電気を電力会社まで戻しているわけではありません。電気を電線を伝わって長い距離を移動させるとロスが相当出るので、実際は近くの建物に電気を配っています。太陽光発電で作った電気は近くの太陽光発電がない建物に供給しています。再エネ賦課金は資源エネルギー庁の資料を見ても、今後電気料金に上乗せして太陽光発電を使っていない人にも幅広く請求し値上げしていく可能性が高いと思います。資源の少ない日本ではある程度太陽光などの自然エネルギーに頼るのは仕方がない流れだと思います。そのような背景から2030年までは再エネ賦課金は上がる可能性が高く、すなわち電気料金も上がる傾向は続くと思います。次に原子力発電の配慮費用が電気料金に上乗せされ電気料金が上がる見込みにもなっています。こちらも私の過去の動画で今後40年続く電気料金値上げこっそり開始、原子力発電の費用負担という動画をアップしていますが、経済産業省の発表によると原子力発電の配慮費用の一部を2020年以降に託送料金で回収し、すべての電力利用者で負担していくという方針が経済産業省より示されています。2017年2月資源エネルギー庁が示した中間取りまとめでは、電力市場の整備や再エネ促進のための制度を盛り込む一方で原子力発電の配慮費用を送配電事業によって回収することが決定しています。さらに原子力発電の廃炉の長期化により費用がかさめば、
電気料金への転嫁もさらに大きくなっていくことが予想されます。そして追い打ちをかけるのが福島第一原発の対策費用が当初の計画から約 25.3 倍に金額が膨らみ、今後も増加が見込まれ、電力利用者への負担はさらに大きくなることが予想されます。さらに電気自動車に対する流れですが、菅総理大臣は1月18日に始まった通常国会での施政方針演説で、国内販売車の電動化について2035年までに新車販売で電動車 100% を実現すると表明しました。家庭用の自動車だけでなく経済を支える自動車も電動化になると、今年の冬のような電力不足やコロナウイルスで公共機関の電車を控えて自動車を使う人が増えているような状況だと、今後電気自動車が主流になった世界を考えると電気の需要は今後さらに高まってくると思います。支流の電気は現在化石燃料頼みの資源のない日本では、電力会社から購入する電気は大きく下がる要素は全くなく、今後電気料金は上がる可能性が高いと思われます。持続可能性を重視したグリーンエコノミーの構築を目指し、過去20年余りで省エネと再エネ普及を促進してきたドイツの事例をご紹介します。2015年のドイツの家庭部門のエネルギー消費量は原油換算で5317万トンでした。1990年と比べ 15% 減り、2000年と比べて 19% 減少しています。ドイツのエネルギー消費量はかなり減少しています。特に2000年代以降、住宅の断熱性能や電気製品の省エネ性能が向上し、エネルギー消費量の減少に影響しています。それにもかかわらず世帯あたりのエネルギー費用は上昇していて、世帯収入の約 8% をエネルギー費用が占めています。家賃の 20% や食料品の 10% と比べてもかなり大きな割合になっています。特に低所得者層のエネルギー費用の割合は高くなっています。こうしたエネルギー費用の負担が重くのしかかったこともあり、2011年でドイツ国内で電力を利用できない世帯が 31.2 万件もありました。電気を利用できない世帯、つまりエネルギー貧困家庭が 31.2 万件というのは相当多い家庭数です。またドイツは太陽光発電などの自然エネルギーにも積極的に取り組み、再生可能エネルギー法の2016年の課徴金はキロワットアワー当たり 6.35 セントで、家庭用電力価格キロワットアワー当たり 28.7 セントの 22% を占めました。日本の再エネ賦課金に近いものですが、電気料金の 22% が再エネ賦課金だとしたら、想像しただけでもかなり高い割合です。電気代の上昇にはドイツの課徴金は大きな影響を与えています。ドイツでは住宅の断熱化を促進するためにドイツ復興金融公庫が低金利の融資や補助金を用意し、省エネの専門家のアドバイス制度に取り組みながら、エネルギー効率の高い住宅や建築物が次々と新築改築されています。しかし低所得者には経済負担能力がなく、大半が賃貸住宅に入居しているために、こうした融資や補助金は利用できていません。こうした問題を踏まえて、低所得者が入居する住宅の断熱化や省エネ化を引き上げるリフォームをしていますが、省エネリフォームは時間と資金がかかるために全体まではなかなか今行き届いていません。この現象で低所得者で賃貸住宅に住んでいて電気を使うのが難しい家庭をエネルギー貧困家庭というふうに呼ばれています。何か日本の近未来を見ているように感じませんか？近々始まるグリーン住宅ポイント制度や住宅ローン減税、そして電気自動車の普及など、ドイツの後追いを今日本はしている状況です。よく持ち家と賃貸を比較してどちらが得かという論争は多いですが、結論からすると何年住むのかで変わってくるのが答えだと思います。医療が発達して平均寿命が長くなる中、現在の年齢が何歳なのか、
いつまで生きるのかで変わってくると思います。しかしよくある持ち家と賃貸の論争には光熱費のことはあまり語られていません。太陽光発電で電気代が節約できる賃貸住宅は少ないでしょうし、利回り、つまり大家さんが損しないようにできるだけ建築費用を安くするのが一般的で、どうしても高気密高断熱の賃貸住宅を作るのは難しく、サッシとか断熱材で性能の高い賃貸住宅を作ってるっていう大家さんは少ないと思います。そういう意味では鉄筋コンクリート造の建物の賃貸だと光熱費は抑えられると思いますが、鉄筋コンクリート造の建物の賃貸は都市部にしかなかったり、建築費用が高いので家賃が高かったりするケースもあると思います。建物の省エネ性能を上げているドイツでさえ、賃貸住宅まではなかなか断熱性能を上げているところまでまだ行っていない中、日本では賃貸住宅の断熱性能を上げる動きがまだ少ない中、日本でもエネルギー貧困家庭が今後多くなる可能性はあると思います。先日アップした動画で電気料金が高騰2倍から3倍に10万円を超える可能性もっていう動画をアップしましたが、今後エネルギー問題は日本でもエネルギー貧困家庭が多くなってきたとしてもおかしくない状況になっていると思います。今回はエネルギー貧困家庭についてご紹介しました。これからも住まいづくりにお役に立つような情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。